二三歳的楽器ソロの10回目の講義です。ですね、年が明けたんですけども、前回何をやってたかということをちょっと思い出す必要もあるかもしれませんけども、まあ、前回だけじゃなくて、今までもなかったですね。を、思い出す必要もあるかもしれませんけども、まあ、今までずっとこの、マッチングの話をしてまして、まあ、前半ですね。の方は、最大マッチングの話をしていて、二部グラフと一般グラフの最大マッチング、そしてアルゴリズムの話をしていて、で、後半の方は、最小費用完全マッチングの話をしていて、まあ、そのために整数計画法とか線形計画法を使うというところの復習から始めて、前回は二部グラフの最小費用完全マッチングというのを、どのように求めるのかというアルゴリズムの話をしたというのが、この12月22日の話です。で、今日からの4回というか、この1月中は何をするのかというと、一般グラフの最小費用完全マッチング問題の話をしていきます。で、今日はその1回目になりまして、まあ、線形計画法の話をしていくんですけども、やりたいのはですね、ここになりますね。一般グラフの最小費用完全マッチング問題を解くって話をしていきます。で、その中では、今までやった話が、まあ、総合されていくという感じになるわけですね。で、一つは、その前回やった二部グラフの最小費用完全マッチング問題の時の考え方です。つまり、線形計画問題を考えたりして、そこで主相追放というアルゴリズムを作るということになります。で、前回、その二部グラフの最小費用完全マッチング問題を解くときにやったんですけども、その主相追放の中では、これですね、この二部グラフの最小費用完全マッチング問題を解く主相追放の中では、この二部グラフの最大マッチング問題を解くためのアルゴリズムを使ってるんですね。で、そういう流れは、この一般グラフの最小費用完全マッチング問題のところでも現れます。これを解くために、この最大グラフの最大マッチング問題を解くためのアルゴリズムを使うことになります。だから、まあ、それが、まあ、サブルーチンとして使われるっていうふうな言い方をしてもいいと思いますけども、そういう形になります。で、そういう形になりまして、この二つですね。二部グラフの最小費用完全マッチング問題のところの考え方と、一般グラフの最大マッチング問題の考え方が、まあ、ここで合わさるということになるわけです。で、そのためには、まずその整数計画法とかですね、線形計画法の話が、またこの一般グラフの最小費用完全マッチング問題で出てきますので、その話を今日はやっていくということになります。で、もう一度最小費用完全マッチング問題は何だったかということを復習すると、まあ、向こうグラフがありまして、その向こうグラフに対して、辺に費用がついているということを考えます。で、そこで、完全マッチングなんだけども、辺の費用和が最小のものを求めるというのが最小費用完全マッチング問題です。この場合は、まあ、今この辺に書かれている数値が、その辺の費用だと思ったわけですけども、この青の色で表したように、完全マッチングを作ると、その辺の費用和が3になって、これが最小費用になります。で、今日はだから先ほど言った通り、その線形計画問題として、この一般グラフの最小費用完全マッチングを解くという話をしていくんですけども、実は、まあ、今回だけじゃなくて、次回にもこの話が続いてきます。で、流れは、その2部グラフの時と同じなんですね。最小費用完全マッチング問題を整数計画問題として形式化して、その線形計画緩和の性質を調べます。で、この線形計画緩和の性質がですね、その2部グラフの時とちょっと違う様子になります。ので、それがどう違うのかってことと、その違いがあるために、この一般グラフに対して何をしないといけないのかっていうことを今日は説明しています。で、何をするのかというと、この緩和の強化という話があります。で、これが今日の重要な概念です。緩和の強化。で、この緩和の強化によって、いろいろと話が変わってきますし、まあ、それによって、一般グラフの最小費用完全マッチング問題が解けるようになっているというような話につながってきます。で、どうするのか。これは、2回前ですね。最小費用完全マッチング問題は次の整数計画問題として定式化できるっていう話は、これはすでにしました。で、何だったかというと、XE っていうのが、この各辺に対する変数ですね。で、何を言ったかというと、XE が、0か1かによって、この XE というところの、この数字に表れてると E ですね。
E っていうのが、これが辺を表したんですけども、この辺がその完全マッチングに使われるか使われないか辺を完全マッチングに使わないか使うかということの選択を表すということを言ったわけです。で、使う場合は1、使わない場合は0とですね。で、そうすると、このミニマイズ、何度か書いてある、ここですね。これ、目的関数ですけども、これは、使うことにした辺の費用を足していることになりますから、これで完全マッチングの辺の費用の場を表すことができるようになるということですね。で、この、整略として書いてある、これは何かっていうと、各頂点に対して、この頂点に接続する辺の中の一つを、この完全マッチングでは使いますということを表しているということになるわけです。ですね。デルタ V っていうのは、頂点 V に接続する辺全体の集合ですね。だから V という頂点があったら、そこにこうたくさん辺がくっついてるわけですけども、このくっついてる辺全部の集合がデルタ V です。ですか？集合ですね。集合がデルタ V です。だから、E、だから、辺の集合で、E、V は E の単点。まあ、こういう集合ですね。だと思ってください。はい。で、これは、まあ、前々回にやったんですけども、これは二部グラフであろうが、このグラフが二部グラフであろうが、どんなグラフであろうが、これは正しい形式化になるわけです。で、これを、今回もこれ使っていくわけですけども、で、これを、まず IP ということにします。IP ということにしますか。で、この書き換えは今日は使わないから、ちょっと飛ばそうかな。そうですね。で、これの、線形計画緩和っていうのは何だかというと、先ほどのその0と1という値しか変数は取らないと言っていたものが、0以上の値を取りますというふうに変えたものですね。で、そうすると、この制約は全部線形の式になりますから、これが線形計画問題なわけですね。で、このように作ったものを線形計画緩和というふうに言いまして、まあ、今後 LP という、記号で表していきます。で、前々回何を言ったかというと、このグラフが二部グラフであるとき、これ重要ですね。この仮定は重要で、二部グラフであるとき、グラフが二部グラフであるときには、この LP の最適解で IP の評価となるものが必ず存在するということを言いました。これバーコフの定理なんですけども、これが証明できて、これ証明したんですね。二回前に。で、つまり、ここのことから、この先ほどの元々の最小費用完全マッチング問題を定式化した整数計画問題の最適値と、ここに作った線形計画緩和の最適値が等しいということがわかります。つまり、この線形計画緩和、これを解けば、この、なんだっけ、整数計画問題、つまり最小費用完全マッチング問題を解けるというような形になるということを言ったわけですね。で、これは二部グラフの話だったんですね。二部グラフの話だったんです。で、この、いい性質、これもすごくいい性質なんですけども、これが実は二部グラフではないグラフに対しては成り立たないかもしれない。で、成り立たない場合があるということを今からまずやっていきます。で、今やったのは二部グラフの場合の復習だと思うんですけども、じゃあ二部グラフでないときに何が起きるのかということですね。で、今から観察することがこれですけども、今から観察すること。G っていうグラフが二部グラフでないときに、LP の最適解が IP の許容解とならない場合があります。つまり、この LP ですね、これの最適解として得られる X というベクトルが、0と1という整数値を取らない場合があります。どんな最適解も。ですね。で、そうすると何が言えるかっていうと、この二部グラフでない場合に、このLP ですね。線形計画緩和を解くことによって、すぐさま最小費用完全マッチング問題が解けるという結論には至らないことになります。それがこの下に書いてあることですね。で、これが、その一般グラフ、つまり、二部グラフじゃない場合で困ることなんですね。困ることなんです。で、まずじゃあその困るんだってことをまず見ていきます。ここまで話の流れはいいですか？
で、どういう例かというと、これは、ここにありますけども、これはいわゆる完全グラフですね。頂点数6の完全グラフです。で、今、これ黒い辺と赤い辺があるんですけども、これはこのグラフの費用を表していると思ってください。グラフの辺に費用がついているんですけども、その費用を表していると思ってください。赤い辺の費用は0で、黒い辺の費用は1ですね。うん、だからその、費用が0の辺が6個あるわけです。この1と2、1と3、2と3を結んでいる辺とか、4と5、5と6、4と6を結んでいる辺。この6つの辺の費用が0で、他の辺の費用は全部1であるというふうな例です。で、この場合に、何が起きるかまず考えてみます。で、まずですね、最小費用完全マッチング。つまり、その IP の方ですね。の方を見てみると、費用を小さくしようとすると、しても、その費用は1かかってしまいます。なぜか。ちょっと戻りますね。今ですね、この、じゃこの費用0の辺が今この6個あるんですけども、この費用0の辺だけを使って完全マッチングが作れますかということを考えましょう。完全マッチングを作れますかということを考えます。で、そうすると今これ頂点数6ですから、このグラフのね、頂点数6ですから、何が言えるかっていうと、完全マッチングの辺の数っていうのは、これ必ず3になります。完全マッチングはその 2つの頂点ペアにしますから、その辺の数が3だったら、それで6個の頂点を3とペアにできるということになるわけです。そうすると、じゃあこの3つの辺をこのグラフの中からどのように選びますかってことをまあ考えなくていけなくなるわけですね。そうすると、じゃあその3つの辺が全て、この赤い辺、費用が0の辺、にできるかどうかってことをまあ考えたいわけです。で、そうするとできないんですね。なんでできないかっていうと、3つの辺を、この赤いところから選ぼうとすると、それはですね、この1、2、3の方から2つ、あるいは4、5、6の方から2つ、どちらかは、その今1、2、3、4、5、6ってこと、今2つの部分を見てるんですけども、そのうちのどちらか一方からは必ず2つ辺を選ばなくてはいけなくなります。その完全マッチングの費用をゼロにしようと思ったら。で、じゃあ、それが例えば、この4、5、6の方だとしましょう。でそうすると、この、どのような2つの辺を選んでも、必ず1つの頂点に接続する辺が2つ選ばれてしまうわけです。頂点数3だから。でそうすると、そのような辺の選び方は完全マッチングにはならなくなります。つまり、この今、グラフにおいては、赤い辺ですね。赤い辺っていうのは、1、2、3。と書いたら、ここを結ぶところと、5、4、6とあったら、この3つですね。この赤い辺だけを使って、完全マッチングを、作ることは、できない。ということが言えるわけです。つまり完全マッチングを作ろうと思ったら必ず黒い辺を一つ以上含む必要があるわけです。で、じゃあ黒い辺一つ含んでできますかと言われたら、それは先ほどの、これですね、このできるということになるわけです。で、黒い辺一つ使えばできるので、最小費用完全マッチングであり、これは、その費用は1ということになります。ここまでよろしいですか？これ、あと音入ってますよね。いいですよね。はい。いいですね。あ、いいでしょうか。いいですね。いいですか。はい。ありがとうございます。で、これがその完全費用、最小費用完全マッチング費用。つまり、IP の最適値は1とですね。ことになるわけです。では、一方ですね、このグラフの上で、この IP の、線形計画緩和、つまり LP を考えるとどうなるかということを考えてみます。その前に、今、この青く3つの辺を選んだんですけども、それはその3つの辺に対して、その辺に対応する IP の変数を1にしているというふうに、まあ、思うわけですね。で、他の辺に対しての変数の値は0であるというふうに思って、まあ、その辺の上にその変数の値を書いて、表すということを次やっていきます。LP に対してやっていきます。
で、LP の方に対しては、こういうような、変数への割合と考えます。で、何かというと、この12、13、23、45、56、46っていう6つの辺に対しては、その辺の変数の値を2分の1にして、他の辺に対しては、その変数の値を0にするという変数への値の割合と考えます。そうすると、だから今何を言ってるかっていうと、XE っていうのは、2分の1か0なんですけども、2分の1になるのは E が12か13か23か45か46か56の時で、それ以外は1、0ですね。っていうふうに、その XE を作ります。そうすると、まず、何を言いたいかっていうと、これはですね、この LP、システムタイプですね。これの、許容解になります。なぜか。まず、すべての、E に対して、X の値が全部0以上になっています。0から2分の1ですから、全部0以上になっています。で、なおかつ、この上の方ですね、すべての頂点に対して、その頂点に接続する辺の変数の値の和が、ちょうど1になります。例えば、5っていう頂点を見てみると、5っていう頂点を見てみると、5っていう頂点から4つ辺が出ています。4つ辺が出ていて、そのうちの2つの辺の変数の値が2分の1になっていて、残りが0になっていて、こういう形になっているわけですね。そうすると、この4つの値の和は1になっています。いいですか？そのような状況は全ての頂点で起きているわけです。だから、どの頂点に対しても、その頂点の周りの頂点に接続する辺の変数の和は1になっているという形になっています。つまり、ここに書いた XE っていうのは、この LP の許容解になっています。いいですか？では、この許容解が与える目的関数の値が何なのかということを見ますと、それは、費用が0であるような辺に対しては、その変数の値が2分の1になっていて、費用が1になっている辺の上の変数の値が全部0になっています。だから、この費用ですね、これ0になるわけです。で、この LP において、目的関数の値が0を下回ることはありません。何かというと、XE は全部0以上であり、CE っていうこの辺の費用も全部0以上だからです。だから、この XE っていうのは、この LP の最適解です。ですか？最適解であって、最適値は0になります。最適値は0になります。ですか？ここまでいいですか？で、ここまでの話で、何がわかるかっていうと、LP の最適値は0であって、先ほど IP の最適値は1だって言いました。ですね。そうすると、LP の最適解で、IP の、最適解、RP の許容解であるものが存在してしまうと、それは、この IP の最適値が、LP の最適値よりも真に大きいことに矛盾します。ですね。だから、今、この上の方では、この XE っていうのが、まず IP の境界ではないってことを言ってるんだけども、それだけじゃなくて、どんな LP の最適解を持ってきても、それが IP の境界にならないということがわかります。いいですか？ちょっと今、口でしか言ってないので、よくないかもしれませんけども。いいですか？ LP の最適解は、が IP の最適、IP の境界になることはありません。IP の最適値が LP の最適値よりも真に大きいから。つまり、この例、
においては、LP を解くことによって、この LP ですね、線形比較関数を解くことによって、IP の最適値が分かるという仕組みにはなっていないということです。よろしいでしょうか。いいですか。ちょっと反応がないので、ちょっと反応が欲しいかもしれませんけども、いいでしょうか。大丈夫かな。まあ、いずれにせよですね、何が言いたいかというと、この LP 緩和、LP 緩和です。線形比較緩和を解くだけでは、この最小評価完全マッチング問題、一般グラフ、例えばこの絵ですね、の場合、解けないということになるわけです。で、まあ、困ったなってことなんですね。だからこれ困ることなんですね。で、ちょっと困ることをちょっとまとめますと、まあ、こんな感じです。で、なんで困っちゃうのかっていうと、今の例はですね、この長さが奇数の経路、この場合この長さ3の経路ですね。で、この変数の値が2分の1になっちゃうものができちゃいます。で、こういうことは2部グラフでも起こり得るんですけども、2部グラフの場合はこういうことが起きた場合に、こういうことは何かというと、経路上で変数値が2分の1になることができてしまうということはあり得るんですよね。どんな場合でも。でも、2部グラフの場合は何がいいかというと、こういうものがあったとしても、それを解消できるんですね。解消できるのは何かというと、2部グラフの場合は、この、長さが奇数の経路は存在しないので、この長さが偶数の経路で、こういうふうにその2分の1っていうふうにこう集まっているようなができてしまったら、その1個ずつに辺を取っていって、その片方の方の変数の値を大きくして、もう片方の方の変数の値を小さくするっていうふうにできたわけです。それ今、これ下のがそのイメージ図です。この証明の時にはどんな感じで言ってたかっていうと、その2分の1っていう、この値に対して、片方では、プラスイプシロンにして、もう片方ではマイナスイプシロンをすると。ということをするっていうのと、それと逆の、なんだろう、増減をするっていうことを同時に考えるってことをやったんですね。でそうすると、この左側と右側の増減の指し方のうちのどちらか一方では、目的関数値が変わらない。ってことを言って、つまり、その左側のような値の割り当てが最適化だったとしたら、このどちらかの増減の指し方では、でも、最適化であるという性質が変わらない。ということを言って、でそれによって、IP の許容解が作れるっていう話をしたんですね。でそれが、長さが偶数の場合、この経路の長さが偶数の場合にはできるんですよ。この交互に取るということができるから。この、マイナスプラス、マイナスプラスっていう、その、うまく、帳尻合わせられるんですけども、その、考えている経路の長さが奇数だと、それできないんですね。で、これが困ったことなんですよ。それが、この、二部グラフであることと、二部グラフでないことにおける決定的な違いなんですね。で、そういうことがあって、先ほどのような割り当てができてしまうということになります。で、これが困ったことで、で、これ何とかしなくちゃいけない、ただ何とかしましょうっていうふうな話をしていくのが今からの話です。で、そのために何をするのか。まずじゃあ、書いてあることを読みますね。最小非評完全マッチング問題を主張追放で解こうと思ったら、LP の最適解で IP の許容解となるものが必ず存在するという、まあ、性質が成り立ってほしいですね。で、これが成り立つのは2部グラフの場合です。で、なんか、まず書くと、2部グラフではこれが成り立つと。だからまあ、これが成り立ったから2部グラフの場合は、前回やってるうまくアルゴリズムが作れるんですけども、それが今一般グラフの場合は成り立たないっていう例を紹介したので、なんか困るんですけども、その困ることをどのように解決するのかっていうことが、ここに書いてあるアイデアです。でそれが緩和の強化と呼ばれる概念です。で、まずその緩和の強化っていうのはどういうつもりのものなのかってことをまず言います。LP に制約を追加して別の線形比較問題を作ります。それをじゃあ LP プライムと呼ぶことにします。で、LP じゃなくて、この LP プライムに対して、LP プライムの最適解で IP の許容解となるものが存在するってことを証明します。でそうすると、この LP じゃなくて、LP プライムを解くことで IP、つまり最小非評完全マッチング問題が解けることになるわけです。で、こういうストーリーにしたい。
というのが今から行うことです。で、このイメージをもう少し、例というか、このアイデアのイメージをまず図で説明します。こんな感じです。これ、整数計画問題の回の時も、これ、出てきた例なんですけども、何かっていうと、これ、ある IP です。整数計画問題です。整数計画問題です。だから、一般論のイメージです。だから、今、マッチングの話から離れてると思ってください。で、こういう、その、IP があった時に、IP においては、ここが最適解になるんですね。で、それに対して、線形計画緩和を作ると、ここが最適解って形になって、この場合は LP の最適解が IP の評価ではないって形になっているわけです。だからこの例においては先ほど その一般のグラフの最小費用完全マッチング問題の時のような困る例になっていると思ってください。で、この困る例に対して何をするのかっていうと、緩和の強化っていうのをします。緩和の強化は何なのかっていうと、この LP に制約を追加します。でこんな感じで制約を追加します。で、今ここに書いたような赤い制約を追加しました。追加することによって今何が起きたかっていうと、この、LP の、許容領域が変わりました。で、変わったんだけども、何が良くなったかっていうと、その最適解が、元の IP の強化になりました。この今、この点っていうのは、01という点なので、この IP の、制約を全部満たすようになったわけですね。で、嬉しいというわけです。で、しかも、なおかつ、これ、最適解がこれ、今、一致してるわけですね。一致してるので、この右側の、この、制約を追加した、線形計画問題を解けば、もともとの整数計画問題を解けるという格好になってるわけです。で、このようなことをしたいわけですね。で、これ、イメージ図なんですけども、何かっていうと、今やったのは何かっていうと、IP ってもともとの問題があるところに、それをまず緩和して、整数計画、線形計画緩和問題を作りました。LP でした。で、それに制約を追加して LP プライムっていうのを作りました。で、これは、別の見方もできて、もともと IP っていうものに制約を追加して、なんか別の整数計画問題を作ります。IP プライム。で、それも線形計画緩和が LP プライムである。っていう見方もできます。で、実際にこの LP プライムっていうものを作るときには、この上の、この右に行ってから下に行くっていうルートと、下に行ってから右に行くというルートで作られた LP プライムっていうものは必ず同じになっているように作る必要があります。だからそれがその制約の追加する、その追加する制約ですね。追加する制約に対して求められている性質です。それが下の、その満たしていなくてはならないことの一番に書いてあるわけです。オレンジの、ルートで得た LP プライムと青いルートで得た LP プライムが同じものになるということを満たしている必要があります。でなおかつ、何かというと、2番目ですね。LP の許容領域と LP プライムの許容領域に包含関係がある。これは、まあ実は当たり前なんですけども、何でかっていうと、LP に制約を追加することで LP プライムが得られるわけなので、許容領域を見たときに LP プライムの方が狭くなっている可能性があります。だから、この2番に書いてある、性質というのは、これは、必ず成り立ちます。だから、満たしていなくてはならないというか、これは、この作り方が必ず満たされます。一方で、この制約の追加によって、満たされなくなる可能性があるのは何かっていう、これ3番目です。何かっていうと、IP の許容領域と IP プライムの許容領域が同じになるということです。だから、この左側の部分ですね。で、これはなんでこれをしなくてはいけないかっていうと、制約を追加することによって、IP というもともと解きたかった問題が変わってはいけないわけです。IP に制約を追加して IP プライムっていうのを作ると、IP プライムの許容領域が狭くなる可能性があります。が、狭くなってしまうと、IP の最適解と IP プライムの最適解が一致しなくなることがあり得ます。で、それは困るんですね。なんでかっていうと、そういうことが起こると、LP プライムを解くことによって、もともと解きたかった IP が解けなくなる可能性があるからです。だから、この制約を追加することによって、IP のという問題自身は変わってはいけないっていう性質を満たしていってほしいです。で、この一番最後の部分は、ここが、これを満たすことが重要です。何を言ってるかっていうと、その2番目の性質は必ず満たされるんだけども、
これを満たす、その3番目の性質っていうのは、変に制約を追加すると、満たされなくなる可能性があります。なので、この、その IP と IP プライムが変わらないように、制約を追加するということが重要です。で、まあ、それをしている限りは、この制約の、緩和の強化って、まあ、まあ、何やってもいいという感じになっているんですけども、まあ、そこで、まあ、うまく制約を追加することによって、LP プライムも良い性質を持つものにしてあげたいっていうのが、今日をやりたいことです。で、これについては、じゃあ、休憩をした後、2分休憩した後に、じゃあ、実際にこの最小評価完全マッチング問題に対しては、どのような制約を追加するのかということをやっていきます。じゃあ、2分休憩しましょう。はい、では休憩を終わりにします。今言ったことは何だったかというと、この最小費用完全マッチング問題に対してどのようにこの制約を追加するのかという話をしていきます。で、ちょっと先ほどの例をもう一度見るんですけども、これですね。これ、その今、この X1 プラス X2 が1以上って制約を追加したってことを言ったんですけども、この制約の追加の仕方は、この IP の領域を変えないように追加しているってことにも注意してください。何かっていうと、IP、この IP に対して、この IP に対して、X1 プラス X2 が1以上って制約を追加したとすると、どういう形になるかっていうと、まあ、ここに、この直線があって、この上側だけ考えますよっていう、まあ、そういう制約が追加されるということになるんですね。そうすると、この3つの点、からなる集合は許容領域であるという IP、元々の IP ですね。この IP が持っていた性質はこれ保存されるわけです。ですか。だから、この場合、この今、このイメージという、例で示した、この、制約の追加の方法は、この IP と IP プライムの許容領域が変わらない、イコールであるという性質も満たしているということになっているわけですね。で、そういうことを最小費用完全マッチング問題でやりたいと。ということになります。で、それが今からやることで、で、その時に付け加える不等式のことを、キカット不等式と今から呼んでいきます。まあ、これちょっと名前はいろいろあるような気がするんですけども、これはキカット不等式ということにします。で、どういう不等式かというと、ちょっとこれがややこしい。ややこしいんで、これをまずちゃんと説明します。で、何かというと、今考えているのはその、最小費用完全マッチング問題の話です。で、何でしょうかというと、まあ、だからグラフがあるわけです。グラフがあって、その任意の頂点部分集合 S。ただし、S の要素数は3以上で奇数だとします。そのような S に対して、ここに書いてあるような不等式を追加します。だから、追加する不等式はたくさんあります。
このような S、一つに対して一個の不等式を追加するということを行うので、そのような S に対して一個なので、たくさんの不等式を一気に追加することになります。で、どういう不等式かっていうと、ここでですね、このデルタ S っていうものがあって、これは集合です。どういう集合かっていうと、ここに書いてあって、1端点を S に、もう1端点を V-S に持つような変全体の集合です。で、その例は、ちょっと下に書いてあって、今またこの頂点数6の完全グラフがあったときに、S として1、2、6を取ってきたら、そうか、を取ってきたら、取ってきたら、このデルタ S は何なのかって書いてないですね。デルタ S が何なのかというと、それは1端点を S に持っていて、もう1端点を V-S に持っていてって言ってるんだから、例えば、この図においてその赤い辺がそのような辺になっています。だから、ちゃんと集合で書こうとすると、1、3、1、5、1、5、2、3、2、4、2、5、6、3、6、4、6、5、6ですね。こういう集合ですね。これがこの場合のラムダ S、デルタ S になります。はい。いいでしょうか。で、このデルタ S に入っている辺 E に対して、この XE の和を取るということをします。ですね。で、それが書いてあるのはここですね。で、それが1以上になるという不等式です。これをそのような S 全部に対して考えます。で、これを追加するということを IP とか LP に対して行います。いいでしょうか。だからその時に得られる IP プライムっていうのはこんな感じになりますね。これ IP プライムですね。今そのキカット不等式っていうのを追加しました。で、ここでこの C の花文字っていうのがあるんですけど、それは今上に定義しました。何かっていうと、その付け加えるべき、集合 S を全部、付け加えるべき不等式に対応する S という集合を全部集めてきた、集合の集合です。この集合族という、ことがありますけども、集合の集合です。何かというと、要素数が3以上の奇数であるような S を全部集めてきた、頂点集合を全部集めてきた集合が C です。ですか？で、そのような C に対して、そのような C の要素 S に対して、不等式を追加したようにしてできる整数計画問題が、この IP プライムになります。いいですか？いいですか？で、今からやるのは、この IP プライムの許容領域と IP の許容領域が等しい。この赤いのがない。これが、だから IP っていうのは、これがない、整数計画問題です。ですか？で、今からやるのは、この IP の許容領域と IP プライムの許容領域が変わらない。つまり、このキカット不等式を付け加えても、IP から許容解が減らないってことを言います。それがこれですね。そうか。ちょっと前に戻りますね。で、今言ったのは何かっていうと、何を言おうと思うかっていうと、IP プライムですね。IP プライムっていうのは、IP に比べて制約が多いので、IP プライムの許容領域は、IP の許容領域の部分集合になります。だからすぐ分かること。こととして、トップページに書いてあるのは、IP の許容領域、領域は IP プライムの許容領域を含んでます。あ、領域しか許容領域ですね。を含んでいます。含んでいます。
で、今から示すのは何かっていうと、この逆の方眼関係です。それはここですね。IP の許容領域は IP プライの許容領域を含んでます。ということを言います。流れはいいですか？そうすると、この IP の許容領域と IP プライの許容領域が等しいということが言えるわけです。で、これ証明していきます。この性質証明していきます。で、何をするかっていうと、IP の許容領域から一つ、要素を選んできて、それが IP プライムの許容域に入っている。つまり IP プライムの許容解であるということを証明します。で、IP プライムの許容解であるということは何かっていうと、先ほどの3つの、戻りますけども、この3つの制約を満たさなくてはいけないんですけども、それが IP の許容解だったら、この初めの等式と最後のこの0か1の値しか取らないっていう制約はもうすでに満たしているわけです。だから IP の許容解が、この赤い式ですね、このキャット不等式も満たすってことを証明すれば、それで十分です。それが書いてあるのが、この初めの2つですね。ですか？この X がキャット不等式を満たすことを証明すれば、それで十分です。で、キャット不等式を証明すると、キャット不等式何だったかというと、E、データ S、XE が1以上っていうのが全ての S に対して成り立つことだったので、この S っていうのを任意に選んできて、その S に対してこの式が成り立つってことを言ってあげればいいです。それをやります。だから任意に S を考えます。任意に考えます。で、その時に、この式を満たすってことを言うために、何をするかっていうと、ES っていう辺の集合を考えます。それ何かっていうと、まあ、じゃあ、この図で、まず、イメージを持ってほしいんですけども、S っていう集合があったときに、一方の端点を S に持っていて、もう片方の端点を S の外側に持っている辺の集合をデルタ S と呼んだわけです。それはこのデルタ S ですね。この式に出てくるデルタ S ですけども、この ES ってのは何かっていうと、両端点をどちらも S に持っているような辺の集合です。だからここでこの青ですね。青い辺の集合のことを ES と呼んでます。もちろん ES で両端点を S に持つ辺全体の集合を表すとします。いいでしょうか。で、ここで何を考えるかっていうと、それが次のページなんですけども、これですね。これ、下のこれ先ほどと同じです。で、ここで、この量を考えます。S に入っている V 全部に対して、デルタ V に入っている辺 E を全部持ってきて、その XE の和を考えます。これ20和ですね。ダブルサメーションです。で、これ考えます。で、この和を2通りの方法で評価します。で、まず初めの評価は何かっていうと、この、内側の和ですね。内側の和というのは、XE が IP の許容解なので、これ1になります。ですね。どの頂点を見ても、その頂点の周り、頂点に接続する辺から、ちょうど1つしか、XE が1にならないっていう制約がありましたから、そこが1になります。で、そうすると、この1をここに今書きましたと。で、そうするとこれは、S の要素、一つ一つに対して1足してますから、これは、取りも直さず S の要素数になります。S の要素数になります。いいですか？で、これがここに書いてある20話の一つの評価法です。で、別の評価法を今からします。あ、じゃあ、ここまでいいですか？はい。で、もう一つの評価の仕方は何かっていうと、今、この、和は先に、頂点を選んで、その頂点に対して、その頂点に接続する辺を選ぶということをやって、XE を足してるってことをやってるんですけども、その和の取り方を逆にします。先に辺を、見て、その辺が、この和の中で何回現れるのかってことをカウントします。ですか？で、そこでちょっとこの図を見ていただきたいですね。この図ですね。この図を見ていただきたいんだけども、先に、じゃあ頂点を見ましょうと。で、頂点を見ます。頂点を見ます。で、頂点の周りの辺が、この輪の中では1回ずつ足されるわけです。だから、この頂点を見ているときには、この青い辺が1回、この青い辺も1回、この青い辺も1回、この赤い辺が1回、足されると。
されるというのは、その辺に対応する変数がこの輪の中で現れてくるということになります。でそうすると、じゃあ別の頂点でしょう、ね。じゃこの別の頂点でと、この別の頂点の周りの辺がまた1回ずつ足されるわけです。だからこれが足される、足される、足される、足されると。こんな感じになるわけです。でそうすると何が起こるかっていうと、この S の頂点を1個ずつ見ていて、この辺が1回足される、足される、足される。と見ていくと、何が分かるかっていうと、全部やりますけど、足される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 。この頂点に対しては、足される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 。こんな感じになるんです。そうすると、何が分かるかっていうと、赤い辺は、この輪の中でちょうど1回ずつ足されます。赤い辺に対応する変数はちょうど1回ずつ足されます。で一方で、青い辺には、この輪の中で、この輪ですね。この輪の中でちょうど2回ずつ足されるっていうのがわかります。いいですか？で、それを書いたのが、この右辺です。赤い辺、だから今この、なんだというと、デルタの方ですね。デルタの方、これ赤い辺ですね。赤い辺はちょうど1回ずつ足されるから、この係数として今1がかかっていると思ってください。1がかかっていると思ってください。だから1で僕書かないと。一方で青い方ですね。青い方はこの ES の方です。ES の方は2回、その ES に現れる変は、その変数が2回ずつ足されますから、ここに2がついているというふうに思ってください。いいですか？これでこの等式が得られるんですけど、それはわかりますか？いいですか？これがわかれば今日おしまい、今日というか、この証明ほぼおしまいです。いいですか？そうすると、この二つ、この二つの量、これ等しいわけなので、ちょっとまた色を戻して、等しいわけなので、何がわかるかというと、ここから、S の要素数は、なんたらかんたら ES に関する和 2XE プラス、E に、デルタ S に関する和 X。こうなると。これがわかるわけです。ですか？そうすると、何が言えるかっていうと、今、XE は IE の許容解ですから、これは XE これ全部整数です。XE 全部整数なので、この前の部分。ここは今、これ偶数です。整数の2倍の和ですから。ですか？一方で S っていうのは、要素数がこれ奇数であるっていうのが、その条件からありました。ですね。奇数であり、なおかつこれ3以上ですね。ってことは、何が言えるかっていうと、この XE のこの後ろ側の和、これも奇数でなくてはいけないことがわかります。いいですか？それがここに書いてあるんですね。いいでしょうか？で奇数なんだから、それは必ず1以上にならないといけないと。でこれが欲しかったピカット不等式の式の形そのままになっているということで、これで証明が終わります。いいでしょうか？いいでしょうか。これによって IP という整数計画問題とそこに制約を追加した IP プライムっていう、整数計画問題の許容領域は変わらないということが言えました。で、その IP プライムの、線形計画緩和はこれですね。その一番下の、その0と1しか値を取らないっていう部分が0以上という形に変えられたものが IP プライムの線形計画緩和です。いいでしょうか。しまった。今日早く終わりすぎちゃうかもしれない。今日なんか早く終わりすぎちゃうかもしれないので、質問があったらしてください。いいですか？で、これで、何を見るかっていうと、先ほどの困る例ってあったんですね。困る例。これ困る例ですね。やった LP の最適解は、ピタッと不等式を満たさないっていうことが、まず言えます。まず言えます。なぜか。
S を123とします。色ができますよね。S123 としますと言っているので、これ、こっちから、これ123、この部分が S ですね。これが S です。これが色が。これが S です。でそうすると、その、この S に対して、キカット不等式をつけると、ここですね。ああ、色をついてる。これになります。これになります。14156242526333536の変数の和が1以上にならないといけないというふうに言ってるんですね。なるかというと、この LP の最適解がキカット不等式を満たすとすると、この式を満たさなくちゃいけないということになります。一方で、この解において、この15とか14とか、この黄色から、一方の観点を黄色に持っていて、もう一方を黄色に持ってないような辺の変数の値はどれも0になっています。はい。じゃあちょっとこのページが、の説明が終わったら、もし戻りますね。この解において、この片方の観点を、黄色に持っていて、もう片方の観点を、黄色じゃないところに持っているものの変数の和は0になりますから、つまり、この上の左辺の値、これは、この解においては0になっているわけです。でそうすると、0が1以上であるという式は、これは矛盾ですから、つまり、何を言っているかというと、この解ですね。この解においては、キカット不等式は満たされないということになります。つまり、LP プライムを解くことにおいて、この LP、の解、その LP プライムの最適解として、ここに書かれたものっていうのは得られることはありません。ありません。ということはわかります。で、実際にじゃあその LP プライムを解いたら何が起こるのかってことは、ちょっと後で説明するんですけども、今、コメントで質問いただいたので、まずそれを言いますね。何だったかというと、この部分ですね。この、この2、なんで2が出てくるのかっていうことを説明すればいいでしょうか。あるいは、こちらがなんで2で、こちらがなんで1なのかってことですね。じゃあ、それは今、ここでちょっと書いてたんですけども、ちょっとこの図が多分小さかったので、もう少し、大きく書きますね。ここの図をもう少し大きく書くと、もう少し大きく書くと、じゃあ、ここに今 S があって、今、見てるのは、この和です。この和です。この和の中で、XE が何回現れるのかってことを考えます。各 E に対して XE が何回現れるかということを考えます。でそうすると、この、和の中では、まず S の中の V っていうのを取るわけです。で、そこに接続している辺を、に対して、じゃあこれ今、これ E1、E2、E3、E4 とすると、この V に対しては、この E1、E2、E3、E4 が、足されるわけです。現れるわけです。この和の中で。この中で現れるわけです。で、何が問題かというと、この V のから、この V に接続する、辺が E1、E2、E3、E4 とあるんですけども、その辺のもう V じゃないこの端点が S に入っているか入っていないかが重要です。で、S にもしこれ入っているとすると、例えばこの E1 のもう一本の端点がこれ U だとすると、この U っていうのを考えたときに、この U から見ても、この E1 っていうのが、この和の中に出てくるわけです。例でやった方がいいかな。まず、一般的な感じで説明しますね。U に対しても、U の周りの、この辺がこういくつかこう、あるんですけども、この S の要素として、U を選んだときにも、この E1 っていうのが、E1 に対応する変数 XE1 っていうのが、この輪の中に現れるわけです。つまり、この E1 に対応する変数 XE1 っていうのは、V 側から足されるところと U 側から足されるところで2回現れてきます。2回現れてきます。でそのために、この XE1 に対応する係数が2になるということになるんですけども、これじゃわかんないですよね。これじゃわかんないですよね。これさっきと同じような説明してるんで、これじゃわかんないですよね。これわかります？これでわかるんだったら、おしまいなんですけども、なんかこれでわかるような気にならないんで、これでわかるような気に、私はこれでわかる気にならないんで、
いいですか、これでいいですか、大丈夫でしょうか。で一方で、そのもう片方の端点が S の外側に出ている場合っていうのは、例えばこの E3 ですね。この E3 っていう辺は、V 側から、は立たれるんだけども、このもう片方の端点、例えばじゃこれ W としますと、W っていうのはこれ S に入ってませんから、この W 側からこの XE3 という変数が足されることはないわけです。だから、この片方の端点しか S に入ってないような辺、つまり、デルタ S の要素であるような辺に対しては、その変数は XE は1回しか足されないということになります。いいでしょうか？ありがとうございます。まあ、これで分かっていただければ。大丈夫。あるいは、まあ、この例に対して実際に書き下してもらう。書き下すと、確かに、この青い辺は2回足されていて、赤い辺は1回しか足されてないっていうイメージが湧くと思います。まあ、イメージが湧けば、イメージで証明できればいいんだけども、イメージで証明ができていると思うのは良くないんですけども、まず、まあ、イメージ掴んでもらうと重要かもしれませんから、もし分かんない場合は、この例で実際に書いてみてください。はい。ありがとうございます。他に質問いいですか？はい。で、この LP プライムっていう線形計画関数を作ったんですけども、実際にここから何が言えるかっていうと、このことは定義として言えます。2、2の向こうグラフ10に対して LP プライムの最適解で IP の境界となるものが存在するということが言えます。で、これが重要なんですね。つまりこれが正しいんですね。これがすごいんですね。これがすごいんですね。で、これによって我々はこの一般グラフの最小費用完全マッチング問題に対しても思想追放が作れるようになります。やりましたって感じですね。もうこれで、もうだからこの定理がすごいんですね。この定理がすごいんですね。先ほどのそのピカット不等式というのを、追加するだけでこのような定理が言えてしまう。そうですね。で、この証明は次回行います。ちょっとこれは大変です。次回いっぱい使うぐらいの大変性があるかもしれません。それで、これですね。この定理から一般グラフの最小費用完全マッチング問題に対しても思想追放が作れるような気がしてくる。まあ、ような気がしてくるだけなんで、本当に作れるかどうかってことは、2回後ですね。そのアルゴリズムの話をするときにやります。で、実際作れます。作れます。で、何を言ったかってことのまとめが、ここの図というか、この表ですかね、に書いてあります。何かというと、制約を、そうか。まず、先ほどの性質ですね。性質からこれですね。性質、先ほどの性質。性質から、IP と IP プライムの許容領域変わりませんから、最適値も変わりません。ですね。IP の最適値と IP プライムの最適値が変わりません。ですか。で、今日の、授業の始めのところで言っていた、その困った例のところは何を言っていたかというと、一般的に LP と IP を比べると、LP の方が許容領域が大きいので、最適値に対して、ここに書いてあるような、ちょっと待ってね。これは、正しくないですね。これは、思いっきり間違ったことです。LP の方が、LP の方が許容領域が大きいので、逆ですね。すいません。これは大きく間違いましたね。最適値は LP の方が小さくなりうりますし、先ほどの困った例というのは、これがイコール、ノットイコールとなる場合もあると。これは後で直しておきます。すいません。これは間違いすぎないと思いますね。こういう向きの不等式で持っていこうとなる場合もあります。ということです。で、LP と LP プライムに対しては、あれですね。LP に対して制約を付け加えたのが LP プライムですから、制約を付け加えると、最適値は大きくなる可能性があるので、だからここも逆ですね。すいません。こうですね。こうなってます。ですね、で先ほどのその、困った例に対して、この、イコールは成り立たないっていう形に実際になります。だからこれは、乗っていこうとなる場合も
あります。だから、で、この上の定義っていうのは何を言ってたっていうと、ここのイコールですね。これが成り立つって言ってるのが上の定理です。上の定理です。で、つまり何かというと、その、一般グラフの最小費用完全マッチング問題を解くときには、この LP っていうのはこれ使わないわけです。LP では使わないんで、この LP プライムっていう方を使いましょうと。で、LP プライムを使うと、この、そこそこからこの IP の最適値がわかるという仕組みになりますということが重要です。で、この証明は、この定義の証明は次回やります。でこれ、エドモンズの定義なんですね。エドモンズが証明した定義なんですけども、ですね、エドモンズっていう名前はですね、実は、一般グラフの最大マッチングアルゴリズムの話をしたときに、実は出てきたんだけども、その時にちょっと写真を出すのを忘れていたので、今日は出しますと、ね。こういう人ですね。ご存命です。まだご存命です。まあ、という意外質ですね。ご存命です。はい。で、で、証明は次回行うってことにします。でそうすると、まあ、この LP プライムですね。まあ、これを使うこと、解くことで、最小費用完全マッチング問題が解けるという仕組みになるんですけども、でまあ、首相追放を使おうと思うと、今この作った LP プライムっていう線形計画問題の相対問題とかを使う必要が出てきますので、じゃあその相対問題は何なのかってことをちょっと残りの時間で紹介だけします。でそれが今からする話なんですけども、これが今 LP プライムですね。強化された線形計画緩和です。で今からやるのは何かっていうと、これは線形計画問題なので、これの相対問題を書くことができます。まあ、DLP プライムということにしますけども、でそれをまあ書いてみます。でそうするとですね、相対問題が何だったのかってことをちょっとまた思い出したりする必要があるんですけども、この形の線形計画問題に対する相対問題っていうのは、実は第6回の講義の時に、別の形の線形計画問題に対する相対性と、相補性って話があったところで、ちょっとちらっと紹介してます。で、そこに書いてあることを使うんですけども、ちょっとその復習をしてると、今日は時間が足りなくなるので、ちょっとそれはせずに、まあ、時間があれば、その部分を見ながら皆さん自身で確認していただきたいという形になります。で、まあ、それを使って書いたのが次のような相対問題ですという形で、まあ、ちょっとここは天下りっぽく見えるかもしれませんけども、まあ、もともと、まず、この講義においては、その相対問題の定義を天下り的にやっているので、まあ、ちょっとそこは許してもらうという形にして、実際相対問題がどのように書けるのかということをまず紹介します。で、それがこれですね。これは DLP プライム。これが NP プライムの相対問題です。で、何が重要かというと、ちょっと戻りますけどね。NP プライムには、この3種類の、制約があります。で、そのうちの一つは、いわゆるこの皮膚制約と呼ばれるものです。で、その皮膚制約以外の2つの制約の種類があるんですけども、その制約に、線形計画問題の制約一つ一つに対して相対問題の変数が現れるというふうに思ってください。でそうすると何かっていうと、上の方は頂点、各頂点に対する制約。で下の方は、C という集合の集合の要素、一つ一つに対する制約。なので、この V に対応する変数と S に対応する変数というのが相対問題に現れてきます。でそれをここに書いてます。変数っていうのは、各頂点 V に対応する、なんか YV っていう変数と、S という集合に対応する、なんか ZS っていうなんか変数の、この2種類の変数を、この相対問題 DLP プライムでは使います。ということをまず、念頭に置いてください。で、何かというと、それらの和を最大化して、ここに書いてあるような制約が出てきます。で、この皮膚制約っていうのは、この Z にしかありません。Y にはありません。ですね、2部グラフの最小費用完全マッチング問題の相対問題を作ったときには、この Y っていうような変数を使ったんですけども、その Y という変数には皮膚制約ありませんでした。だから、それと同じような雰囲気をここでは書いていると思ってください。で、Z の方には皮膚制約が出てきます。で、このもう一個の制約なんですけども、これがややこしくって、これから何を言ってるかというと、各辺に対する制約になります。で、辺は E って書いてあるんだけども、それが U と V を結ぶ制約であると思ってください。あ、じゃあ辺であると思ってください。
U と V を結ぶ辺が E であると思います。で、そのような辺 E すべてに対して、YU プラス YV とか、その E の端点 U と V に対する変数の和と、この ZS の和。これ何かというと、S はこの C に入っている集合なんですけども、そういうような S の中で、なおかつ、デルタ S に E が入っている。そういう S を全部持ってきます。でそれで、この和を作ります。で、それが左辺です。で、それが CE 以下ですよ。CE というのは E の、比をですね、以下ですという制約があると思ってください。二部グラフの完全マッチング、最小標完全マッチング問題の時には Z ってなかったので、この和がなかったわけです。なくて、YU プラス YV が CE 以下であるという制約しかありませんでした。けども、そこになんかこの、よくわかんない、この和がついてるっていうのが、この一般比を、一般グラフの場合の装置問題では、出てくるというふうに思ってもらっていいと思います。でちょっと例を書きますね。でまず、何の例かというと、まあ、先ほどの例ですけども、で目的関数をどうやって書けるのかというと、この場合は、6個頂点がありますから、この目的関数の初めの部分の和っていうのは、y1 から y6 の和になります。で、後ろの方っていうのは、zs っていう変数に関する和で、それを全部並べるわけです。で s は何だか、c は何だかっていうと、もう一回書くと、c っていうのは、頂点の部分集合を s を持ってきて、なおかつ s の要素数が3以上で、s の素数をこれ奇数である。そういう s を全部集めてきて作った集合だったんですね、c っていうのは。だから、この c の要素に当てはまるよう、なるような s っていうのを全部持ってきて、それに対して変数を作ります。でそうすると、今、このグラフの頂点数6ですから、この s の頂点数としてあり得るのは3か5です。3か5です。で、頂点数3の部分集合を全部持ってきて変数を作ったのが、この、2行目から4行目の部分です。ですか。で、それ足しています。で、頂点数が5であるような S に対して変数を足しているのが、この最後の行です。いいですか。で、このような和として、この、すみません、これ LP じゃなくて、DLP、あ、いいです。LP プライムの装置問題が当たってますね。いいですね。だから、この DLP プライムの目的関数がこのように書ける。ということになります。よろしいでしょうか。だからですね、これなんかその、線形比較問題なんですけども、もう変数がすごくたくさんあるような線形比較問題になっています。ですね。じゃあ、制約の方どうなってるかっていうと、制約の方がこんな感じでしたね。こんな感じでした。で、これは、すべての辺に対して、こういう制約があるっていうふうに言ってるので、一つ辺を持ってきて、それに対してちょっとこの不等式書いてみます。例えば E を1、2と、その1と2を結ぶ辺だとします。でそうすると、まずこの YU プラス YV のところは、Y1 プラス Y2 ですね。この1と2っていう頂点が出てきますから、Y1 プラス Y2 になります。で、後ろのこの ZS の側のところは何を見るかっていうと、E として、デルタ S に入っているような辺を全部持ってくるということになるわけです。で、デルタ S 何なんだったかっていうと、S に一つの端点。で、S 以外のところにもう一個の端点を持つような辺ということです。ですかね。だから何を言ってるかっていうと、1を S、何を言ってるのかな、何を言おうとしてるのかわかんないな。今何を言おうとしてるのかっていうと、この和は、S を集めてきなさいっていうふうに言ってるんだから、何を言ってるかっていうと、E を1、2としたときに、その E をデルタ S に含むような S を全部持ってきなさいっていうふうに言ってるわけですね。E を1、2としたときに、1、2をデルタ S に含むような S は何ですかってことを考えるわけです。何言ってるかわかんないな。E をデルタ S の要素と満たす S は、何ということを今これ聞いてるわけですね。で、今 E はこれですね、1、2なわけです。ですか、そうすると、2パターンあって、1が S に入っていて、2が S に入ってないを満たす C の要素 S。
または1が S に入ってなくて2が S に入っているような新要素 S っていうものが該当するわけです。でしょうか。で、ちょっと、初めの方ですね。ちょっと色変えようかな。初めの方。初めの方の条件に、条件を満たすような S を持ってきて書いたのが、ここですね。134とか135、136、145、145、146とかかな。これですね。この今赤で書いたところは、この赤の方の条件を満たすような S です。に対応する変数です。一方で、下の方の条件ですね。下の方の条件を満たすの S に対応する変数っていうのが、ここに現れています。2は含むけども、1は含まない。ということですね。で、それらを全部足して、この左辺はできていますというところになります。いいですか？これちょっと分かりにくいんですけども、よろしいでしょうか。で、それが C1、2以下になるというのが、この制約です。相対問題の制約になっています。いいでしょうか。で、まあ、これを、こういう制約を使って、最終的には相対法のアルゴリズムを作っていくということになります。いいでしょうか。で、なんでこんな相対問題がやれるのかってことは、先ほど言ったその第6回の講義のところの、その相対問題の追加だっていうところをじーっと見ていただくと、わかるということになります。はい。で、これは相対問題の話で、相対問題があると、相補性定理っていうのが導かれるっていう話があったんですけども、それを書いてみます。で、相補性定理っていうのを LP' と DLP' に対して適用するところが形になります。で、この相補性定理がどういう形だったかっていうのも、第6回の講義の最後の方に書いてあるので、それを見ていただいて、じっと、考えると、これが得られます。で、どういうことかっていうと、X が LP' の最適解であり、かつ YZ っていうのが DLP' の最適解であるために必要十分条件が何なのかっていうことを表しているのが相補性問題、相補性定理でしたと。それが何かというと、まず2つあって、この2つは普通の条件で、まず X は LP' の境界でありなり、なおかつ YZ っていうのが DLP' の境界であるという、その共性の条件です。でも、二つあって、それが、相補性条件と呼ばれているもので、でそれが、相補性と呼ばれているものと、相対相補性というふうにもの呼ばれているものに分かれるんですけども、この相補性っていうのを使って、うまく、アルゴリズムを作っていくというのが、二回後ですね、その相対法の、アルゴリズムの話で出てくるということになります。で、まあ、もう一度、この相互性定理がどのように得られるのかっていうことは、ここではちゃんと説明したいんですけども、興味がある人は第6回の講義を、のスライドを見てもらって、ちゃんとそこからこれが導かれるんだってことを確認してもらう。あるいはまあ、こういうもんなんだっていうふうに思ってもらうという形になると思います。まあ、これがどういうふうに導かれるのかってことはあんまり重要ではなくて、これを今後使ってアルゴリズムを作っていくという、そのアルゴリズムを作るところで使っていくことになるので、まあ、その時に、これが必要になると。いうふうに思ってください。はい。では、今日は、これでおしまいですね。はい。ここに書いたところが、これ間違ってますね。これ前回のそのまま書いたまま、直さなかったのでいけなかったんですね。じゃあ今日のまとめっていうのを口で言うと、今日は、一般グラフの最小評価完全マッチング問題を線形比較問題を解くために、LP' っていうものを作ったんですけども、そこでは、キカット不等式というものを導入して、緩和の強化というのを行いました。で最終的には、LP' の最適解で IP の最適境界となるものが存在するっていう、エドモンズの定理を証明するんですけども、その証明自体は次回行うことになります。で、その定理を使うと、どうやら主相対法のアルゴリズムが作れるような気がしてくると。実際にそれをやるのは2回後の話になります。というストーリーになります。はい。では今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。